が狙った。クソンヤン反応しましたが決めました。神戸先制です。後半17分、ビジャの PK で神戸一歩前に出ました。ボールがやっぱり、はい、勢いがありましたから、キーパーの手に負けなかったですね。はい、クソニューは読みましたが、その手を弾いた形です。あとやっぱりまあボランチのビルドアップに対する関わり方と、はい、サイドハーフの動きのところで前半とやっぱ変えた部分がうまく得点につながってますから、はいはい、あとはやっぱあそこの内側まで入ってきた西の、まあ、センスですね。うまかったですね。手前落とした、うん、さあ、おー、ヘッドだ。同点、追いつきました札幌。なんと振動、また振動、また振動です。彼はなんか感覚持ってますよね。ですね、はい、本当ですね。まあ、攻撃好きなんでしょうしですね、うん、まあ、ヘディング合わせるのもうまいんですけども、はい、これこぼれ球に対してですから、もうなんか考えてる間はないと思うんですね。もう体は勝手に多分反応してると思うんですけども、まあ、身のこなしも素晴らしいなと思います。はい、ルーカス・フェルナンデス懐に入れたチャンス、ニアに狙ってきましたが、そうそう、宮澤戻して速いクロスから鈴木武蔵、逆転しました札幌、鈴木武蔵です。宮澤ですよね、はい、うん、うまく内側入り込んだところも良かったですし、あとで鈴木 この動き直しじゃないですか。なるほど、はい、1つ目に入ったところが1回戻って、でタイミング合わせてまた段階の前に入るっていう、はい、まあ、あとも体ごと突っ込んだ感じだと思いますけども、自分であの勝負する空間を作り直しましたから、あそこは良かったですよね。でクロスの質も高かったと。ルーカスがボックスに入れて宮澤が絡んで、あれ早坂でした。